ことじゃないそうです。今回はこの間の乃木坂46分 TV で発表された真夏の全国ツアー2021のモバイル先行受付がスタートしました。いや早いでしょ。当たり前だし仕方ないけどね、その発表されてからこのモバイル先行受付までが早いんよ。ドキドキしちゃうから普通に。先日発表された乃木坂46真夏の全国ツアー2021、いよいよモバイル先行が受付開始します。毎年恒例だった真夏の全国ツアーも2年ぶりとなります。今年の夏は乃木坂46と盛り上がろう、盛り上がります。皆さんのご参加お待ちしております。チケットはお早めにということで、今そのモバイル会員限定先行受付期間なんですけど、6月13日24時30分から6月20日の23時59分までとなっているんで、まあ、もう行った方がいい。もう行ってる人もいるかもしれないけどね、昨日のね乃木中が終わった後すぐもう応募分かってすぐ応募した人もいると思うんですけど、まだの人は6月20日まで待っちゃダメよ。もう今よ、この動画でまだしてない人いたらもう今行った方がいいわ。動画止めて。今回のこの受付期間は東京の公演、東京ドームは含まれてないので、そこは注意してください。大阪、宮城、愛知、福岡、この4つの公演の受付となるので、あと東京ないやんっていうないですから、応募多分するとこにもないので、東京は今回ないので別でね、また後で応募のその受付期間来ると思うんで、ただ全ての公演情報も分かったんで見ていきましょう。まずは大阪、会場大阪城ホール、7月14日、会場16時開演17時半、7月15日、会場16時、開演17時半。次宮城、会場積水ハイムスーパーアリーナ、7月17日、会場16時、開演17時半、7月18日、会場16時、開演17時半。次愛知、会場日本外資ホール、8月14日、会場16時、開演17時半、8月15日、会場16時、開演17時半。はい、次福岡、会場マリンメッセ福岡、8月21日、会場16時、開演17時半、8月22日、会場16時、開演17時半で、ここまで会場時間と開演時間全て一緒やないかいっていう、もう会場16時開演17時半という言葉を今一番発した男。次ラスト、まだモバイル受付開始してないですけど、東京、会場東京ドーム、9月8日会場15時半、開演18時、9月9日会場15時半、開演18時。東京だけ他の4つと違って会場は早い、開演は遅いっていう、すごいね。ここの間が2時間半もあるんよ。なんでなんだろうな、こ混むからとか、なんだろう、余裕を持ってとか、まあ、なんかあるのかもしれないですけど、東京だけちょっと時間違うっていう感じになってますね。チケット料金は全て全席して税込み9800円です。いや、やべえ、やべえ、やべえ。やばいよ、お金貯めないとやばい僕は。いや、全部行く気でいるから、全部応募するから。今回のだけで東京以外で除くと全部で 1,2,3,4,5,6,7 8公演ある。9800×8 はもう、えぐいんよ。全部当たった場合ね、そんなことはまあ、100% ありえないけどね。ということで今回は東京を除く4つの公演のね、モバイル会員の、限定の先行受付スタートしてるんで、自分がね、行きたい場所、行ける場所、応募してもらって、もちろんこのご時世なんで、人数っていうのもね、限られてくると思うんで、倍率もね、高くなってくると思うんですけども、まあ、モバイル会員限定、同志として、共に、当たることを願って、頑張りましょう！拳を突き合わせて！ということで、まあ、あとはね、東京もね、後々来ると思うんで、東京が一番来た人多いんだから、多分。東京が一番やばいけどね。まあ、今回この4つということで、まあ、あとはね、公演情報とかもやってたんですけど、今回はこれで終わりたいと思います。ぜひチャンネル登録、高評価、フォロー、コメントよろしくお願いします。バイバイ。